塩素が体中に染み込んだ感じ。薬品まみれの髪も悪くないよ。ありがとう、クロエもね。やばい。やばすぎるだろ。え、やばすぎるだろ。あっちに戻ったら確実に警備員に見つかっちゃう。だろうな。え、どうするどうする。え、どこ行きゃいいの。隠れる場所あるか。やばいやばいやばい。どうすりゃいいの。あ、こっち側行けばいいのか。あ、もうそのまま脱出するか。どうすんのクロエ。あ、出れるんだ。周囲をしっかり調べるんだ。勘弁してよ。勘弁してよ、本当に。わ、窓栓。隠れて、早く。どこにどこにどこに。力を使うか、どこかに隠れるか、あるいはその両方か。そうだ。え、バレる。あ、バレる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 。もう力なんて思う存分使っていくよ、そんな。え、隠れる。ああ、そういうこと。ここの中とか入れはしないわな。はい、ああ、こういうなんかステルスゲーム的な感じです?え、どこに隠れりゃいいの?え、バレん?絶対。絶対バレん?これ。いるのか?誰かいるのか?いない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 。どっから来る?どっから来るかだけ教えて。あ、そっちね。いい加減にしろ。あ、そっち行くんかよ。ここまでだ。本気だぞ。あ、やばいやばいやばい。え、どっちに行くの、どっちに行くの。お前どっちから来るの。こっちで音がしたぞ。してないしてない。あ、やばいやばいやばい。バレる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 。どこにか。本気だぞ。え、逆にクロエはどこでか、どこに隠れた。こっちで音がしたぞ。あ、そういうことか。誰だ。隠れてもしょうがないぞ。隠れ、ああ、そっち戻んのかよ、お前。あ、待って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 。こわ。え、次はどこ行けいいの。もう、うろちょろすんなよ。よし、こっから。あ、出てくのね。出てけ、出てけ。あ、よかった。よし、今のうちに脱出だな。トイレに隠れとく。え、どうするどうする。何この時間。え、どうすりゃいい。プールの方出てもバレん。あ、バレないんだ。よ、バカバカ、声出るわ今のは。逃げるよ。そうだな、逃げよう。怖っ。よかった、これで。よかったんだ。で、バレるルートもあったんだろうね。面白そうだけど。待って、逆方向。向こうから来る。別の道を探さないと。ふざけてるぜ。ふざけてんな。寮に戻る気かよ。見つかったらやばいぞ。うちに来な。警備主任の家に泊まった方が安全だっていうの?本気?乗って。こんな車の音とかでバレんか?早く!え、絶対バレるだろ、こんな。チャーラー!やったじゃん、マックス!私たち最高だ!ドキドキした!本当だよ。え、大丈夫か?車でバレない?よかった?これで。これでよかったか?あ、もう朝になってんだ。一夜を明かしたわけね。でも、もう二度と、俺の家に来んじゃねえつってデイビッド言ってたから、これがこれでバレてもまずいんじゃねえの。仲いいね。I can't sleep. あ、そっか、停学中だからも別に学校は行かなくていいんか、朝になっても。
ま、寝るんかい。自撮りをするって。どういうことやん。寝て起きて一番最初にやること自撮りって。で、自撮りするか。この瞬間を忘れないように。サブカル系だな。笑って。あ、起きてたんかい。朝からテンション高えな。笑ってって。寝たふりだったんかい。昨日とは別世界みたい。いい刺激になっただろ。もうゴリゴリ。大丈夫かな。私、学校やこの町に貢献したいと思ってる。なのにコンテストの写真すら提出できない。拒絶されるのが怖いんだ。拒絶を怖がってちゃ何もできないよ。提出しろって。本当だよ。やってみないと。クロエが嫌いなこの町と学校のためでも。おいおい、別に私はそういうわけじゃ。ボロクソに言ってたのはここを出たかったから。マックスがいなくなってからずっと。もしレイチェルを見つけてフランクに金を返せてもここにはいられない。そうなんだ。昔みたくうだうだしてられたらいいのに。起きようか。そろそろ学校に戻らないと。そうだね。よく言うよ、停学中だろ。あ、そっかそっか、忘れたわ。宿題はあるんだよ。提出しないと親に連絡がいって、ますます厄介なことになる。それ厄介だな。あ、これ俺が起きるやつね、いつもの。さてと、まず服を着ないとね。あ、そういうこと。え、クロエの服着れたりすんの今から。タブ、それと、あ、そっか。君が昨夜ブラックウェルを爆発しなくてよかった。いや、ちょっとだけ残念。ところでドライブインは激コミっぽいよ。だから先にチケットを買おうと思う。ポップコーンの方は君に任せた。つまりドタキャンはできないってこと。そうだね。変身してやれよ。プロへの服着るんだろうな、多分。モッシュに参加するわけじゃないし。ああ、着ないんだ。友達んち、小学生ぐらいの時に泊まった時に、友達の服着んの、なんか、いいよね。クローゼットに隠れればよかったのかも。そうすれば定額にはならなかった。ああ、そうだよね。隠れれるって分かんなかった。お金パクったるか。地獄に落ちるかもしれないけど、クロエのためなら。そうだよ。地獄に。後で返そう。どうにかして。地獄に落ちたとしても、クロエが一緒なら。この電話覚えてる。一緒にデコったんだよね。そうなんだ。すごいね。すごいですね。センスが。すごいこと書かれてんな。何を、財布、財布、え、大丈夫、調べるって。レイチェルの写真と一緒に持ってくれてるんだ。嬉しいな。まあ、証拠っちゃ証拠だしね。レイチェルが可愛すぎるわ。やんちゃ。まあ、そっか。でもこの頃の年頃のやつは大体そうか。私の10歳の誕生日だ。ああ、そうなんだ。まだ取っておいてくれたんだ。二人ともいい感じじゃん、なんか。切ろうぜ。この曲好き。あ、好きなんだ。ごめんごめん、切ろうぜとか言って。まあいいよね。目覚めたてにはちょうどいいわな。なんか嬉しい。私が見た夢の意味を本気で探ろうとしてくれてる。ああ、そういうことか。J. カーズウェル博士。不可解な気候、超常現象と科学。なるほどね。まあ確かにな。竜巻とか来たら超怖いもんね。どうせ定額になるんだったら、って、ダメだよね。え、何これ。あ、吸い、タバコね。まあそっか。あ、これで着替えるんだ。いろいろ見る。あ、銃。やった。私の写真にしてくれてた。また大切な存在になれたんだ。そうなんだ。なんか、やっぱり。あのお金を取ってきてよかった。この人本気でやばい。やべんだ。クロエ、早く金を持ってこい。金なら準備できてる。どこにある？今週末には連絡する。必ずだぞ。さもなきゃ後悔さす。後悔させるって言いたいばっかだろ、お前。それしかないんか。フランクは手出ししがたくなったかもしれないけど。そうだね。もしデイビッドに知られたら。お金を手に入れて落ち着いてるみたい。
あれ、障害者基金だけど。まあね、そうだね。いろいろ考えるところあるわ。このラップトップでニュースを見てもいいかな。見ようか。とりあえず正体はバレてない、今はね。昨日のやつね。事件報告書、警察と消防は午前1時半ごろブラックウェルアカデミーのキャンパス内に何者かが侵入したと通報を受け出動しました。共犯者がいるかどうかについて警察はまだ明かしていません。事件報告書、警察は午後8時52分ごろ北京パー通りに外れにあるアップオールナイトドーナツでナイフを持った裸の男は、全然違う事件ね、栄養ドリンクやメタンフェタミンの影響を受けていると告発されました。なるほどね。彼は保釈保留中のまま、さらなる調査なしで拘束されました。なるほど。まあまあ、怪しいしね。危険そうだし。大丈夫そうでよかった。いつお見舞いに行けるかな。ああ、なるほどね。容態安定したわけね。ブラックウェルアカデミーで自殺未遂を起こしたケイト・マーシュは、現在、アルカディア・ベイの医療センターで治療を受けており、容態は安定している。なるほどね。よかった、よかった。よかったじゃん。でも、こんだけか。ってことは、あとはクロエに話すんかな。着替えるって、クロエの服に着替えたかったな。いや、クロエ。朝日が素敵。とても穏やか。ガキの時みたいにずっとこうしていられたらって思わない。まあね、そうだね。うん、でももう子供じゃない。ただ子供みたいな。デートもできるし、いつか彼氏を連れてくるんじゃないかってパパ怯えてた。そうなのか。付き合ってた人いたの？男子やトラブルの元とか言わないでしょ、この年だったら。そういえば聞いてなかったけど、本気で付き合ってた人っていたの？まあね、若干女の子好きな感じあるっぽいしな。おふざけみたいなのばっか。一時期年下にはまってさ、他にもいろいろとね。その辺の男子と付き合ってるとこ想像できない。確かに年下よくわかってるじゃん。そんな時にレイチェルに会って救われたんだ。へえ。みんなに好かれてた？どっちにしような。本当に好きだったんだってなんか、いや、良くない気がするな。みんなに好かれてたって聞くか。レイチェルってそんなにみんなから好かれてたの？誰とでも仲良くなれたよ。私だけじゃなく、いろんな奴らと接点を持ってたみたいだし。ねえ、学校の奴らに聞くとね。でもクロエとロスに行きたがってたんでしょ？じゃあどこにいるんだよ。ごめんよ、ごめんよ。そろそろ着替えろよ、ママの朝ごはんが待ってる。オッケー。いつもの私の服に。とにかく服を着ないと。着替えましょう。うん、まだ塩素の匂いが残ってる。私のクローゼットから何か。あ、本当にクロエの服着れんの？やった。これ見てなかったっけ？やった。あ、見たわ。私の写真にしてくれてた。そっか、また大切な存在になれたんだ。クロエっていうよりマックスがちょっとクロエに依存してる感はあるかな。もう一緒に参加するわけじゃないし。あれ、え、あ、クローゼットだって言ってたか。開けよう。では、クロエのコスプレをしようか。さて、どれにしようかな。ほら、それ。レイチェルの服が残ってるだろ。サイズも合うはず。でも、私っぽくない。いいんだよ、そういうのが楽しいだろ。贅沢言うなよ。いいから試してみな。いつだって塩素臭い T シャツと地味なデニムに巻き戻せるの。確かにね。ひどい。シャツもデニムも好きなのに。アメカジですね。試着してみるのも楽しいかも。入ればだけど。言い訳はいいよ。いや、入るだろ。それ着て、うちなるパンクロック魂。そうだよ。解き放て。パンクロック魂で行こうぜ。だから、何でもまずはやってみればいいんだって。例えば、私にキスするとか。え？ほら、やってみて、キス。え？何これ、どういう展開？いや、普通だったら、いや、わかんない。女の子同士ってのは、普通にするもんなのかもしんないけど、男同士だったら 100% しないじゃんね。でも、女の子同士だったらありなのかな。こういう雰囲気出されたとしても、絶対したくないけどね、本来。でも、するか、ここは。クロエのために。マジでやった。ウォーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。本当だな、なんで嬉しそうなんだよ。まあ、ユリ好きなら別だけど。バカじゃないの。
ああ、なんか良さそうだったな。キスした時のクロエの顔。本当だね。まさかって感じだったね。ちょっとこの いつもは巻き戻さないけど、こういう時はちょっと逆バージョンも見てみたいですね。では断ったらどうなんだろうな。キスしない。その手には乗らないよ。何それ、本当はキスしてから巻き戻す。わあ、すげえバレてる。俺にメールしないとマックスは君を愛してるって。そういうこと言うと友達やめるよ。クロエの向こう水なとこ好きだな。うわあ、どっちでもいいじゃんこれ。クロエに全部見透かされてたな。キスしてから巻き戻したくせに。まあでもキスしとくか。まあ最初選んだ方をちょっと尊重したよね。あとなんかいい感じのサムネイルにもなりそうですよね、ここは。まあ喜んでそうだったしね、いいんじゃねえかな。気が見よう。レイチェルのスタイルは少しおとなしめだね。ほう、私みたい。あ、もうこれしか選べねえんだ。いろんなものから選べたりするわけじゃねえんだ。いろんなのから選びたかったな。これクロエが着てたやつじゃねえの。いいよマックス。タトゥーとピアスを出せば立派なパンク娘だ。モッシュ上等チェケラッチョ。やっぱないわ。ないね。下行ってママに会ってきな。朝ごはんだ。私は寝起きの一服してから。あ、オッケー。誰にも言わないよ。そうしてくれるとありがたいよ。あー、もうこれしか選べねえんだ。なんかこっちのすげえやつとか着てみたかったけどな。じゃあ行ってくるわ、私。行ってくるわね。お、うん、すごくいい匂い。あ、ケイトか。子供の頃を思い出すな。ねえ、友達ん家で朝ごはん作ってもらえると、自分家で出てくる朝ごはんと違うことのが多いからね。ちょっと嬉しいよね。マックス、屋上で手を差し伸べてくれて本当にありがとう。学校中であなただけが私を助け、本当の私のことを気にかけてくれた。きっとあなたは私に希望をもたらすために使わされたんだ。わあ、そんなことないよ。そしてそれ以上のことをしてくれた父もすごくあなたに感謝してる。家族みんなであなたのために祈るわ。愛と祝福を込めてあなたの友ケイトより。お堅いね、なんかケイトって。ケイト元気そうで本当によかった。できるだけ早くお見舞いに行くね。約束するよ。まあ、ケイトが生きてるってことはとてもいいことだもんな。顔洗おう。あ、写真撮れんだ。あ、そうだよね。撮りたいよね、これは。後ろの海賊の、あ、撮れた。後ろの海賊のタオルみたいなのもいい感じだしね。マッドマックス参上。かましてやるぜ。かましてやるぜ。なんてね。あ、髪の毛染めれたりするのかな。不良になろうぜ、もうこうなった。顔がすごくベタついてたから、すごく気持ちいい。そして髪の毛も染めちゃおうぜ。今まで髪を青く染めようなんて思ったことなかったけど、いい機会かも。いい機会だよ。染めれないんだな、さすがに。歯ブラシ勝手に使っていいの、むしろ。クロエは自分の歯ブラシを使われても気にしなかったな。え、使っていいの？いや、使いたくないけどな、本来。私は、人に歯ブラシ使われたら嫌だけどね。いや、絶対嫌だよね。どんだけ好きでも嫌だよね、多分。使ったんかい、そして。クロエは自分の歯ブラシを使われても気にしなかった。すごいな。どんな、嫌だけどな。この汚い海賊のタオル、クロエが子供の時から持ってた。思い出しちゃった。素敵な思い出じゃん。写真撮れたりする？あれ、月曜日におばさんの部屋で助けた青い鳥だ。お前ここに住んでるってこと？いいの？出てかなくて。空を自由に飛びなよ。この町の人たちは何が起きているか全く知らない。それとも。絶対知らないでしょ、そんな。ここ開けといたらあいつ出れんじゃねえかな。近所の人たちにとっては普段と変わらない朝。そうだね。誰にとってもそうな気はするけどね。ドア開けれんの？中には入らない方がいい。あ、そうだよね。デイビッドが寝ているかもしれないし。最悪な展開だよ。あ、もうこんだけか。じゃあ下行くかな。
髪の毛青くしていきたかったけどね。鼻歌歌ってる。今日の朝ごはんは何かしら。チラシ。今回だけはこの人たちが正しいのかも。 The end is now。 週末の時が来た。あなたはまだ彼の警告を無視するのですか。あなたは雪をどう感じましたか。日食を目撃しましたか。動物たちが死んでいるのを見ましたか。兆候はすでに現れています。アルカディアベイは悪霊との最終決戦の場です。イザヤ66。なんだろうこれ。見よ、主は、主は、火と共に来られる。主の戦車をつむじ風のように来る。怒りと共に憤りを、叱咤と共に火と炎を送られる。主は必ず火をもって裁きに挑まれ、剣をもってすべて憎なる者を裁かれる。主に差し貫かれる者は多い。どういうことなんだ？全然わかんねえ。魂に救済を、懺悔せよ。あー、なるほどね。最後の黙示録教会に参加して地獄へ落ちることを回避せよ。すごいなあ。まあでもなんかあるもんね、こういうの。写真変わってたりはしないんだよね。あー、変わってはないんだね。オッケー。じゃあおばさんにおはようって言うか、とりあえず。おばさんおはよう。普段着のおばさんはいつもと全然違う。あ、そうなの。 むしろこっちの方が身に覚えない感じなの。おばさんおはよう。レイチェル。ああ、ちょっとそれはきついんじゃないかな。その服ぴったりじゃないか。まあ中身はあの子たちとは違うけどね。で、何が食べたい？あ、選べんの？卵とベーコンか。俺は卵とベーコン派です。めちゃくちゃ。パンケーキかって言われると。ただ、マックスはどうかな？卵とベーコンだよね、多分。卵とベーコン焼いて。昔はよく。卵とベーコンが焼けたよって。ああ、そうなんだ。そうそう、それで飛び起きてたよ。それじゃあちょっと手伝ってくれるかい。卵とベーコンを持ってきて。あ、オッケー。これパンケーキだったら違う感じになったのか。卵とベーコンね。あ、卵とろっと。鶏より卵が先っておばさんの口癖。へえ、鶏が先か卵が先かって。クロエは今でも同じシリアルを食べてる。子供のやつじゃん。そうか。あ、見よう。昔と同じ冷蔵庫で嬉しい。じゃあ開けよう。ベーコン入ってるかな。野菜を食べた方がいいんだけど、ベーコンは捨てがたい。ベーコンは捨てがたい。ジョイス持ってきたよ。普段着のおばさんはいつもと全然違う。ありがとう。ここ数年でいろんなことがあったけど、あんたとクロエがまた仲良くなれてよかった。レイチェルが失踪してからあの子はふさぎ込んでたのかな。その服を見ると思い出すね。レイチェルはいい子だった。ロスで元気にしてるといいけど。私もそう願ってます。だけど言いたいことはわかるよ。でもいつかレイチェルがひょっこり戻ってきたり、まあね、クロエに連絡してくるんじゃないかってね、考えるのさ。事件に巻き込まれたかもとかはね、まだ何も確証がないから言いづらいしな。レイチェルは無事かなってのもちょっと良くないよね。だからしかもジョイスおばさんはクロエのお母さんなんだから、クロエの話をしとこうか。レイチェルはクロエに怒ったりしてなかった？それでいなくなったとか。あ、そっち。クロエは周りとぶつかってたけど、レイチェルとは仲良くやってた。まるであんたたちみたいにね。でもあんたの方がしっかりしてるかな。あ、そうなんだ。私がしっかりしてる？まさか。でもだからクロエはレイチェルが大好きなのかも。マックスったら、あんたレイチェルに嫉妬してるの？めちゃくちゃしてるよね、多分。そうかもだよ、絶対に。そうかも。レイチェルは私よりずっと素敵だから。まあね、むずいよな。そういうのは。でもクロエはあんたみたいになりたいって言ってたよ。5年間ずっとね。そうなの？まさか。でも本当に5年前ってなんだかすごく昔みたいで。そんなこと言ったら私はどうなるのさ。そうだね。あんたまだ18だろ。若いね。私も時間を巻き戻したいよ。そうかな。そんないいものじゃないよ。さあ、みんなお待ちかねの朝食だよ。
そろそろ席について。やった、朝ごはんだ。楽しみ。